日本語コンテッペイ、日本語コンテッペイ、子供と一緒に宇宙から言ってます。日本語コンテッペイの時間です。皆さん元気ですか？今日はスペイン語のポッドキャストを聞いていて驚いたことについて。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。皆さん知っているように、僕自身もポッドキャストを聞くのが好きなんですね。自分もちょっと今ハンドクリームを塗る音ね。これハンドクリームを塗る音、AMSR ハンドクリームを塗る音。僕自身もまず多分一番最初にポッドキャストを聞いたのは本当に前、多分20年ぐらい前、大学4年生か卒業する頃か、その辺だと思う。本当にポッドキャストの始まりの方だと思いますね。そして24、20、一番聞いていたのは多分いつも聞いてますけど、若い時に一番聞いてたのは23、24、25ぐらいかな。26、27、28、29、30、30とかずっと聞いてるんですね。ずっと聞いてますね。で、今でも聞いてる。42、43。僕の人生の中でポッドキャストはかなり大きい影響を与えている。読書みたいなもんね。まるでたくさんの人が本を読むように僕はポッドキャストを聞いたし、まるで音楽を聴くようにポッドキャストを聞いたし、まるで友達に会うようにポッドキャストを聞いたし、まるで学校に行くようにポッドキャストを聞いたし、まるで仕事をするようにポッドキャスト、とにかくすべてのことをポッドキャストから学ぶことができて、僕にとって本当に大事なもので、皆さんもそうだと思う。だからこんなに長く聞いてくれてるし、日本語コンテッペイが好きなだけではなく、やっぱりポッドキャスト自体が好きでしょ。みんな、僕もみんなそんなもんですよね。例えばステージの上にいるミュージシャンがね、ライブをしますね。ライブコンサートをして、そのミュージシャンも音楽が好きだし、ファンも音楽が好きだし、そのスタッフも、後ろの方にいるエンジニアとか、みんなが音楽が好きな人たちで、そういう人たちが集まって、いわゆる音楽を祝福しているようなね、そういうもんでしょ。で、僕はね、ちょっと今日ポッドキャストを聞いてちょっと驚いたことがあるんですよ。スペイン語のポッドキャストを聞いていて、それはですね、スペイン語の結構アドバンスのコンテンツだと思う。2人のスペイン人が会話をしているポッドキャストですね。1人は男の人で、ゲストは女の人。両方スペイン語の先生で、そのポッドキャストをやってる人でね、僕の理解力が 100% ではない、むしろもう 80% でもない、多分僕の理解力70% ぐらいなんじゃないかな。スピードだとやっぱり分かることと分かんないことがあるから。だからちょっともしかしたら僕が誤解しているかもしれないんですけど、おそらくね、こう言ったはずです。まずいろいろな話をしてて、で途中で彼がね、彼女にポッドキャストに、彼自身はフランス語とかを勉強してるし、イタリア語とか、ポッドキャストが大好きと。で、一番好きなポッドキャストはフランス語のポッドキャストの、こういうタイトルですみたいに言ったんですよね。そしたら彼女はね、彼女も聞かれました。彼が彼女に聞きましたね。2人はカップルじゃないですよ。2人はカップルじゃなくて、ホストとゲストですね。でホストの男の人がゲストの女の人に「どうですかあなたは?」みたいなこと聞いたら、彼女はね、まあちょっと笑いながらというか恥ずかしがりながらというか「私はポッドキャストを聞かない」って言ったんですよね。聞きません。なんか耳のところ、まあ耳のところというか、まあオーディオですよね。なんか誰かがずっと話してるのがすごい嫌でみたいなことを言ったんですよね。でそれ聞いた時僕びっくりして「えマジで?」何をまあ彼も驚いてた、そのホストも驚いてた。「えそういうこと言うか?」みたいないわゆる空気読めよみたいなね。いやポッドキャスト聞かない人がいてもいいです。全然聞かない人がいてもいいけど、そこで言うと思ったね僕は。スペイン語のそのみんなポッドキャストを聞いてるわけじゃないですか僕たち。その人たちの前で私はなんか静かなのが好きなんです。本当に静かにしたい。なんかポッドキャストでずっと誰かがずっと話すのが嫌なんですよみたいなこと言って、マジでと思いましたね僕は。いやマジでそんなこと言うマジでみたいな。ちょっと懐かしい感じがした何が懐かしいかというと、僕はスペインにいた時に結構そういうことがありましたね。ここでそういうこと言うみたいな、はい、なんかそういうのはちょっとたまにある。スペインでたまにある。みんなじゃないですよ。みんなじゃないけど空気読まない人たまにいるんですよね、はい、なんかちょっとびっくりしたな。あれはびっくりした。えマジでそんなこと言う、ね、いやいや言わなくていいでしょと思った僕はね。言わなくていいんじゃない？いや別にそれぐらい気使えよとか思ったけど、彼女は全然気を使わなかったですよね、はい、いや私ポッドキャスト前は聞いてたけど今はサイレンスが好きですみたいな。もう静かにしたい。なんかたまに友達とかで寝る時もポッドキャストを聞きながら寝たいとかいう人がいるけど、私は絶対無理。静かじゃないと眠れないし、私は静かな生活が欲しいんです。はははみたいな。で僕はそれ聞いて、え何それみたいな。めっちゃ自己中だなと思ったね。で前回もちょっとそういう話したんですけど、自己中心的というね話ね。自分のことしか考えてないんですよ。自分が言いたいことを言うとか、自分の正直なことを言う、なんかそれだけのこと、それしか考えてない。僕はね嘘をつけと言ってるわけじゃないけど、このポッドキャストでねゲストとして招待されて話すときに、そんななんか根本的なことを言いますかと。これはポッドキャストについて話す、基本的にはポッドキャストとか言語学習とかそういうことについて話すわけですよね。それで「あ私は実はポッドキャスト好きじゃないです」とか、それおかしくないそれじゃあ例えばね、じゃあパンクロックについて話しましょうみたいなポッドキャストやってて「いや俺最近音楽嫌いなんですよね」みたいな。おかしいでしょそれ。いやおかしいでしょ。まあ聞かないんですよ全然みたいな。おかしいですよね。なんかファッションについての YouTube とかをやって、あ僕最近ね服興味ないんですよとか言わないでしょ。言ったらダメですよね。いやそういうフェーズがあることは理解できますよ。最近音楽聴かないとかね。例えば僕は最近全然ギター弾かない。でもだったら僕はそのギターについての話をすごくギターを祝福するような番組に出ないし話さないし、まず断るということが正直であるための一番まず最初にするべきことですよね。そこに来て「あ私はポッドキャスト全然聞かない」っていうか「静かなのがいい」みたいなのを言うっていうのは、それはまあ正直だけど、いやその前にまず正直に断れよ、正直にそこに来るな、正直だったら来るなと僕はイラッとしたね。おかしいだろうお前みたいな。久しぶりにカチンと来たね。カチンと来るというのは怒るってことね。おかしいでしょそんなこと言う。まあホストの人優しいからなんかうまくまとめてね、結局最後まで話したんですけど、驚くべきことがもう一つあって、なんか最後の方で彼がね、じゃああなたのポッドキャストについて話してくださいって言って、彼女はねいやポッドキャストやってるんですよ彼女も。僕は絶対聞きたくないけど、はい、私のポッドキャストは学習者のいろいろ言って、でまあ聞いてくださいみたいな。いやおかしいでしょ、自分はなんかポッドキャストを聞くよりもなんか静かな方がいいとか言ってるのに、人には聞いて、めっちゃ自己中だなと思って、めちゃめちゃ自己中、もうびっくりした。どう思いますか皆さん、あんまり何も思わないですか。まあ人によってね、ちょっとこう怒るポイントは違いますからね。でも僕にとって結構ここに来てそれ言うみたいなのっていうのは僕は結構苦手なんですよね。先に言えよ、もしくは先に断れよみたいなね、なんかありますよねそういうのって。例えばなんかもう子供の時から高校生大学生ぐらいでもありましたよね。なんかじゃあみんなでなんかこう映画館に行こう、あの映画を見ようみたいなね、じゃあ行こうとか言ってね、でチケット買って予約して、で駅に集まって映画館に行く時に「私この映画見たくないんだけどさ」みたいなことを言ったりとかね。いやお前空気読むっていうか、先に断れよみたいな、先に言えよみたいな、じゃあ来んなよって思うでしょ。嫌だったら来んなよみたいな。でもみんな優しいからそんなこと言わないですよ。なんでみたいな。僕はそういうの大っ嫌いなペットボトルを落としてしまいました。いや本当に断るんだったら先に断れよと思いますよね。来てから文句言うなよっていう。どう思いますか皆さん、僕が言ってることおかしいですか、ちょっと気が短すぎますか。それともやっぱり僕はこうポッドキャストにやっぱり情熱があるんですよね。僕はポッドキャストを聞くことも好きなんです。やっぱり作ることも好きだし、聞くことも好きだし、いろんなこう可能性を感じてるし、この業界ね、ポッドキャスト業界自体をバカにしてほしくないんですよ。別に聞かなくてもいいんですよ。聞かなくてもいいけど、じゃあやるなよ。はい、音楽聞かない人が音楽作ったらダメでしょ。変でしょ。僕は全然音楽聞かないけど音楽やりますみたいな。何それ。よくわかんねえこと言うなみたいな。はい、まあ。というわけでそろそろ時間です。チャオチャオ、アスタルエゴ。またね。